明治とか、そうじゃなくて何考えてるんだろう。あの結構心は無なんですけど、あ、心は無なんですか。できるだけそのいやらしいことを考えないと、あ、やっぱりそれはそうなんですね。セクシーな表情が出ないので。それはそうですよね。そうなんですよ。はい、これでぴったり来ました。回ってますか。はい、回ってます。はいはい、どうも今日は来ました。こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、飛行機の音結構すごいですね。飛行機を聞かれる、まあまあ臨場感はあると思うんですけどね。なんかね、はい、あ、どうもはじめまして。はじめまして、あゆみれいこです。はい、ちょっと名前は申し上げませんけども、はい、あの今日は本当にあの、はい、楽しくですね、はい、お話を聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、固くならずにね、はい、本当にリラックスしてお願いしたいと思いますが、はい、まあ、やっぱりねこの時期一番こうお聞きしたいことっていうのはやっぱりあのテーマですよね。何のテーマですか。最近ほら、あ、写真集。そう、はい、どうですかその、いや、反響は。あ、結構ありました。ありました。反響大きくて、ありがたいなって思ってるんですけど、はい、やっぱりそのなんですか、あの 週刊現代、はい、あれを読んで見た人からやっぱりこうそういう反応が、週刊現代読みましたっていう方がツイッターとか YouTube のコメント欄とか、インスタのコメント欄とかで結構多くて、今まで全然私ツイッターやってるのに、はいはいはい、誰もなんかこうリップしてくれなかったんですよ。まあ、ちらほらリップあったんですけど、はいはいはい、あんまりなくて、おうおう、ツイッターなんかやりがいなかったんです。あんまりやってて楽しくなかったんですよ。もうなんか SNS アップしましたっていうだけの使い、うんうんうん、みっちりになっちゃってて、うんうんうん、あ、なんかツイッターこれやってる意味あるのかなと思ったら、急にそう、初めて週刊現代読みましたっていう方がバーってリプしていただいて、もうこまめに返信、あ、返信してさせていただいて、あ、楽しいと思って。あれでも前あのなんていうか DVD っていうかそのストリーミングとかっていう時はあんまりそういうリプとかなかったんですよ。はいはい、そこまでたくさんはなかったですね。なかったね。やっぱりやっぱ紙の媒体って結構、紙の媒体と DVD の媒体と多分買う層の方々が違うのかなと思って、ね、紙の媒体の方がもうちょっと年齢高めかな、うんうんうん、あ、そうね、うん、まあ、週刊現代さんってちょっと若者がどんどん買う感じで、多分50代60代70代ぐらいの方が買う週刊誌だと、はいはいはい、ちょうどいい方ちょうどたくあんかと思った。なんだそれ。白いたくあん私大好きで。あ、そうですか。そうそうそう、白いたくあん、あ、ありますよね。ちょっと京都っぽいやつ。そうそうそう、私は業務スーパーすごいよく行くんですよ。業務スーパー。業務スーパーって業務用の、知ってますよ、結構大量に大量に買える、 安く売られているのでよく行くんですけど、たくあんが98円で、うん、こんな長いの。それはお子さんも食べますか。もう私も食べるし、子供も好きだし、それご飯とやっぱり一緒に食べる。あ、ご飯と一緒に食べたりとか、味噌汁とね。なるほどね。たくあんみたいな。なんかこう日本的な感じですね。すごい話それちゃってますけど、そう、すごいたくさん反響があってリップが多かったので、初めてこんなツイッター楽しいと思って。なるほど。あの、まあ、まあもちろんそのなんだろう、 DVD だからとか紙だからっていうよりやっぱりこうコンテンツですよね今回はね、はい、これがやっぱり今までのとは違うと。僕は実はあのまだ拝見してなくて、あ、大変あの怖くてですね、はい、怖いっていうのはあのちょっとこう買おうかなと思ったんですけど、はい、7月にその発売されるね、本、はい、ちゃんのやつを見る前に見るとですね、ちょっと、はい、あのそれまでちょっとお楽しみにして、でその本、あの雑誌を買っちゃうともう誘惑に多分勝てないので、あ、なのですいません、ちょっと買わずに、あ、まあでもまだ売ってますからね。まだ売ってますから、まだ誘惑が あと数日。そうそうそう、ちょっと我慢しなきゃいけないですから、はい、まあ、どう勝てるかどうか。私も初めてもうハサミを使いました。自分で買ったってことね。自分で買って、もう本当に発売日の当日の朝自転車こいで買いに行って、それで袋閉じの開け方が分かんないから、どうやって開けていいか分かんなくて。あれはですね、蓋で開ける人もいるだろうし、あれまあ、昔の中でもう待ちきれなくてね、ビリビリビリって破っちゃう人もいるんですけど、はい、あれでもね、勢いでハサミで破ったら失敗しました。え、どうやって失敗した。なんかギザギザになっちゃって、そうギザギザになって、うわ、来たなと思って、でもなんか私も早く見たかったから、はい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 、勢いで開けちゃって、もう
もう2冊買ったんで、もう1冊は買ったで。え、早く見たいって、それもうあらかじめこの、それは分かってる。あらかじめ分かってるんですけど、やっぱり紙になると全然また違う見え方するので、まあね、なるほどね。いや、やっぱりちょっと感動しましたか。いや、感動しました。あ、そう、やっぱり違うんだね、あのビデオとは。ビデオとはやっぱ違うんですね。ビデオ、ビデオ、DVD の時は、うんうんうん、なんだろう、いや、1本目はすごい感動したんです。すごい感動したんですけど、もう飛行機すごいですね、うん、結構こう飛んでますね。まあ、2本目以降は、1本目ほどの感動はなかったです。あ、そういうもの、僕も1本目、そうね、1本目を確かどこ、ちょっと見た、持ってはないんですけど、見た記憶はあって、まあ結構ね、かなりこうエロさはね、ちょっと普通の人と違うなっていう。そこから僕ファンですよ。え、もちろん。もしかしてラビリンス。そうですね。え、そこからです。古い、古い、古い、ここ10、どうしてこういう人がいるんだろうみたいな普通の人と違うところがあったんですか。あ、やっぱりなんかちょっとこう、まあいい意味でのこうなんか白っぽっぽさっていうかな。へー。だんだんやっぱりこう回を重ねるとちょっとこう、はい、まあクロートっぽくなってるから、ちょっと割とこうポーズなんかもねクロートっぽくなってなるっていうのがあって、まあもちろん最近のもいいんですけど、まあそんな感じで。あ、動きが最初ぎこちない感じです。そうですね、まあだから、まあ、結構大胆ね。もうちょっと今回大胆なのか。大胆だと思いますよ。僕もあの実は今日このね、ちょっとインタビュー的なものをやるっていうので、ちょっとこう気持ちを新鮮にしようと思って朝あの出る前にちょっと見てたんですけど。それはなんていう作品ですか。ね、いや、ラビリンスだったかな。なんていうかこう割とこうなんていうの、マッサージを受けるやつ。まあ毎回あれですね。マッサージ実はあんまり好きじゃないんですよ。あ、そうですか。あのマッサージされることは好きなんですけど、はいはいはい、それはそうです。 DVD の中でマッサージっていうのはなんか絶対一場面はマッサージなんですよ、あれ。そうですね、うん、定番なんですけど、はいはいはい、なんかね、まあなんていうか、まあ、僕もあのもちろんその、まあね、ご本人いましたあれだけど、まあ、最初見た時はやっぱりね、ご本人知らないから、うん、あのっていう感じで見てましたけど、まあ、こうしてこうお会いするとですね、なんかこう大変だったんだろうなみたい なんかそんな感じです。あ、でも結構現場は、うん、グラビアの現場って結構大変です。本当に。あ、そうですか。もう見えてる部分はいいところしか見えてないんですけど、はいはいはい、結構過酷なんですよ。あのポージング撮ったりしても、はいはい、1日でもうすごい筋肉痛になっちゃうし、もうチャプターが多分8ぐらいあるので、次から次へと、はいはい、まあ、1時間ぐらいで1チャプター撮らないといけないので、着替えてメイク直してポージングして、うんうん、で合間にご飯食べてとかやってると、もう夜のね10時ぐらいまで撮影とか、朝の6時から夜の10時ぐらいまで撮影とか、はいはいはい、それを、チャプターっていうのはだから このあのカットで、こういうカットで例えば 窓辺で撮るとか、 そういうことですか。窓辺だったりとか廃墟だったりとか、はいはい、廃墟だったり、ね、廃墟が一番大変で蚊がすごいんですよ。そう、まあまあ、そう、まあ、その場所によりますよね、まあ、どっかその南の島とか。一回サイパンかグアムかの廃墟で撮影したんですけど、もうなんかお化け出そうなぐらいちょっと不穏な感じで、それで廃墟って汚いじゃないですか、はいはいはい、そこに地べたで横になったりとか。いや、でもこう横になる前にちょっと綺麗にはしてくれるんですか、うん、多少は、多少は、ね、多少は。それで蚊が大量に襲ってきてるのにもう顔はバッチリ決めてるみたいな、かゆいかゆいみたいな。そういう風にしてこうなんかこう、まあまあなんていうか、でもやっぱ表情はやっぱ作ってるんですね、あれね、こうなんか。表情はやっぱり作らないと、やっぱりそういうお芝居なので。そなんかこうイメージしたりとか、そういうイメージとか、そうじゃなくて、何考えてるんだろう。あの結構心は無なんですけど、あ、心は無なんですか。できるだけそのいやらしいことを考えないと、あ、やっぱりそれはそうなんですね。セクシーな表情が出ないので。それはそうですよね。そうなんですよ。これこのまま撮っていきますか。ちょっと一回ポチッとしてもらっていいですか。これ、はい、赤い部分。